今日も記念いたしまして乾杯をしたいと思います。ご唱和願います。乾杯。乾杯。はい、本年度、2019年度弁理試験の合格祝賀会です。今日は、今年のですね、弁理試験の最年少で、かつ一発合格の方に来ていただいております。まずレックを選んだ理由は何でしょうね。まず合格実績がすごい高いというのと、あと一発で受かろうと思ったらやっぱり塾に行かないといけないかなと思ったのでレックを選びました。はい、いろんなクラス、ね、あると思うんですが、私のクラスを選んでいただいた理由は何でしょうか。はい、そうですね、法文を読むのが全く初めてだったので、その白黒ばっかりのページにすごいカラフルに線を引いているという、はい、宮口先生の授業スタイルはとても分かりやすくてよかったです。ね、しかし本当すごいですね。最年少で一発合格ですから、まだね、学生さんですよ。これから弁理士を始める人に何かメッセージをお願いします。はい、はい、そうですね、学生であってもその頑張って勉強すれば資格を取れるんだなっていうのが今回すごく実感できたので、もしその知財であったりとか、そういう、そうですね、周りがあまり勉強してない世界にも興味を持ったらどんどん挑戦してほしいなと思います。ありがとうございます。本当にね、最年少合格一発合格おめでとう。ありがとうございます。ということでありがとうございました。どうも。合格おめでとうございます。弁理士試験すごい大変だったと思うんですけど、まず、レックを選んだ理由を教えていただけますか。レックを選んだのはもう合格実績他にないですね。そこが第一です。じゃあいろんなクラスあると思うんですけども、私のノートミクラスの何か魅力というか、なんかここ良かったなと思うことがあったら教えてください。そうですね、スケジュール管理という面で自学の時間をきちっとやるべきことが分かっていたことが一番魅力だったかと思います。あとは声が聞き取りやすくて、独学がしやすかった、自習がしやすかった分があります。これから弁理士の試験に向けて勉強を始められる方に向けて何か一言応援のメッセージをお願いします。決して楽な道ではないですけれども、納富先生を、信じてついていけるなら、合格できる試験ではあるので、覚悟を決めて来てください。以上です。今彼がおっしゃったように、弁理士試験は簡単な試験ではないんですけども、合格した先には、それに見合うだけの、楽しい人生が待っていると思うので、ぜひ、私のクラスで、勉強を一緒にしていきましょう。待ってます。まずじゃあレックを、ね、選んでいただいた理由、たくさん呼び込まれるんですけども、レックをいた選んでいただいた理由は一体何でしょう。あとスタッフが結構面倒見いいのと、質問したら結構先生が割と何でも答えてくれるっていうのと、あと、あれですかね、渋谷の支店長がすごいいい人っていうのがありますね。あと入門講座と東連と模試と、何でもあってレックで完結できるっていうのがいいですね。授業を受けてなんか相談して、なんていうんですかね、弁理士試験会のもうお父さんみたいな感じで、もう頼れるなって思っても選びました。法律論が分かる先生ってことだと佐藤先生が一番ですよ。民法やってない人でも民法の基本的な考え方を佐藤先生がこうその都度こう補強してくれるんで、いい感じにガイドしてくれるから、知財をいきなり学ぶ人もこう大丈夫っていうのがありますよね。効果抜群ですね、本当に。いや、もう今年の衣装とかも特にもう佐藤先生の言ってることまんま書いたら、もう普通に合格が余裕で取れるみたいなもう感じだったんで、もう受けてよかったですね。もう最高です。もう、はい、来年も一生懸命やりますんで、普通の弁理士ではない、ちょっと弁理士になりたいという方、法律を含めて弁理士になりたいという方は、ぜひうちのクラスに来ていただければと思っています。よろしくお願いします。レックを選んだ理由は、やはりその5人に4人がなんかレックを使っているっていうキャッチフレーズを聞きまして、それでレックを選ばせていただきました。ババ先生の魅力は、結構そのみんなで和気あいあいと勉強を楽しんでやるっていうスタンスでしたので、ババ先生のところで勉強させていただきました。
レックを選んだ理由は、まあ、皆さんレックを選んでるからということと、もちろん馬場先生がいるからです。あとは、まあ、馬場先生の魅力としては、まあ、やっぱり楽しく授業をしていただいて、そのまあ暗記をする負担がかなり減るということですかね。あとはあの独特なあのいろんなこう、ね、講義のやり方ですとかテキストがあって、それがものすごく身につきました。あの本当におかげで合格できました。もうありがとうございます。レックを選んだ理由は、弁理士試験の合格者がすごく多かったことで、馬場先生を選んだのは、馬場先生は、弁理士試験の勉強だけじゃなくて勉強習慣とか勉強から遠ざかってる人に対してのいろいろ勉強のコツとか教えてくださったので、すごくためになりました。ありがとうございました。レックを選んだ理由は、私は通信が良かったので、1コマ60分である点でそういう授業なかったのでスマートコースを選びました。馬場先生の魅力は、面白いところと、あと面倒見がいいところです。で、質問にすごい答えてもらったところが嬉しかったです。はい、ありがとうございました。来年ママクラスよろしくね。で、ご指名させていただきます。どうもありがとうございます。